どうも皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人エルザです。本日ロビーの情報は解禁されましたね。公式の保有機の方でも早速性能が詳細に記載されていましたので見ていきたいなと思います。ロビーは限定調和3人目ということで、今までの調和との違いが気になりますからね。公式動画を見る限り行動不能があったり攻撃ができたりとかなり気になる部分が多くあります。なので早速公式サイトから情報をまとめて他の限定調和のキャラとの違いを見ていきたいと思います。それでは早速解説していきましょう。ロビンの性能ですが、一通り見た感じだとサポート寄りにはなっていますが、その中でも追撃特化という風になっているようですね。追撃特化の理由などは各性能で細かく話していきたいと思います。それではスキルから見ていきたいと思います。スキルの特徴としては全体の余ダメージをアップする性能になっているようです。ただし倍率はレベル10で 50% 程度とちょっと控えめになってますね。数値だけ見た場合なんですが、ブローニャのスキルでレベル10で 66% となっています。個人性能アップで見ると劣るっていう感じですね。ただロビンのすごいところはブローニャ並みのバフを味方全体に付与できるっていう点です。ダブルアタッカーだけでなく追加攻撃編成のように全員アタッカーの場合はさらに効果を発揮できると言えますね。ここは非常に強い部分かなと思います。続いて必殺技です。必殺技の特徴は自分以外の即行動と競争状態に入る特殊仕様となっているようです。さらに歌もセットと豪華になっていますね。まず一番の魅力は自分以外の味方を全員即行動させるという点です。ロビンは行動不能になりますが味方の援護は可能というところですね。さらにアクションバーにカウントダウンが表示され、速度は90に固定されるようです。さらにさらにロビンは自身の攻撃力を元にした会心 100% 会心ダメ 150% の固定されたダメージを与えます。これに関しては味方の攻撃をした後に追撃するようなので、手数が多い編成だととても相性がいいようになりますね。今のところ上限とかはなさそうです。ということは追加攻撃編成だとターンの割り込みが多いと、その度にこの追撃が発生するということですね。そう考えると恐ろしいぐらい強いかなと思います。ちなみにバフに関してですが、攻撃力3勝プラス固定値となっているようなので、アップの数値としてはそれなりに高いかなと思います。まあ低運のようなバフを全体にかけれる感じですね。まあ低運が攻撃力2200の場合、テンプレベル10でだいたい600ちょっと上げれますので、全体に攻撃力600近く負けるのではないかと予想してます。またここで重要なのは攻撃力3勝という点です。追加攻撃編成は攻撃力が重視されるので、このバフは相性が非常に良くなってるなと思います。こういった点からね、追加攻撃編成と相性がいいなと思いますね。テンプに関しては文章を見る限り常時発動する効果のようです。その効果の種類は会心ダメージとなっていますね。そのため火力の底上げができるので、パーティーにいるだけで恩恵が得られるのはかなり嬉しいところかなと思います。またロビンは EP をうまく回す必要があります。味方が攻撃するたびに EP が固定値で回復するようになっていますので、このあたりはとても適したテンプかなというところです。何気にありがたいところですね。で、全体の性能を見て感じたところとしては、ロビンは追加攻撃に特化した限定調和になりそうです。バフ関連を見てみると、攻撃力アップや会心ダメージといろんなキャラに使えそうではありますね。この幅広さはとてもありがたいかと思います。ですが追加攻撃キャラは攻撃が参照されるため、さらに相性が良くなっているという部分ですね。しかも必殺技中であれば味方が攻撃した後に追撃もあるので、攻撃回数が多くなる追加攻撃編成とはかなり相性が良く活躍できると思います。それではロビンの強い点のおさらいをしたいと思います。1つ目は倍率は低いが全体付与が強いというところです。必殺技やスキルのバフの数値を見てみると、ブローニャや低運と比べると全体化したことによりちょっと数値は低めとなっています。なんですが全体付与という点を考えてみると、高い水準のバフを配れるのでチーム全体として火力は上げれるっていうのがいいですね。これに関して言えば追加攻撃や速度が速く攻撃頻度が多い編成とは相性が良くなるので、総合的に強化できるのはいいかなと思います。続いて2つ目、攻撃ができる調和キャラという点です。他の調和との違いとしては追加の攻撃があるという点かと思います。必殺技中限定ですが火力貢献できる調和は初というところですね。ただし会心術とダメは固定なので、どこまで攻撃力を上げれるかでダメージは決まってきそうというところかと思います。ここは防御無視の攻撃なのか、そこら辺でダメージはまた変わってきそうですね。
まあ、このダメージに関して言えば決まったダメージを与えれるので、これはこれでチーム全体のダメージアップにつながるっていうのがいいですね。続いて3つ目です。即行動で立て直しが可能という点です。まあ、一番の魅力と言ってもいいかもですが、即行動による立て直しや追い込みは他の調和にはない性能かなと思います。そもそも全員が行動できるというのは攻撃面だけではなく回復面においてもかなりありがたい性能となっていますね。今までなら味方の状況を構わずにアタッカー優先にして行動順を上げていたと思いますが、ヒーラーの順番も上げて回復面の安定も取れるっていうわけです。意外とね、ヒーラーの行動順悪くて全滅するっていうことはありますので、こういった方法で即行動できるのは非常にありがたいかと思います。味方全体のバフをしつつ行動の調整もできるという点では、全体の調整ができるキャラでとても優秀だなと思いますね。まあ、この点に関しては本当に調律キャラという感じな気がします。それでは装備や編成について話していきたいと思います。こっからに関しては完全な予想となりますので参考程度にしてください。それではまず公園水からです。光あふれる夜ですね。まあ、持ち武器なのでもちろん優秀というとこです。ただこれに関しては味方が攻撃するたびに自身の EP 回復効率がアップするので、必殺技の回転が上がるっていうのが一番いいです。まあ、ロビンは必殺技の回転でチームの安定を取るので、とても相性が良く欲しい公園水というところですね。いやー、買えるなら買いたい。しかも必殺技の自身の攻撃力と味方の余ためもアップするので、これもね、底上がりに貢献できて非常にいい公園水かなと思います。続いてだが戦争は終わらないですね。 EP 回復効率が上がるためロビンの必殺技を回すには相性がいい公園水かと思います。まあ、いつものいい調和の公園水ってやつですね。また戦闘スキルも多く使うので、次に行動するキャラの余ためアップとも相性がいいかと思います。続いて星4ですね。明日のための旅、これに関しては次回実装です。でこちらに関してなんですけど、攻撃力がアップする公園水となっているので、ロビンに装備するにはうってつけの公園水という感じですね。で続いて星3です。攻撃力アップの恩恵としては装備するだけでバフが付与できるので、どうしても公園水がないなっていう時はつけるのがありかと思います。それでは続いて異物とオーナメントについてです。攻撃力をいかに上げれるかが大事になってきますね。なのでおすすめとしては草の穂のガンマンと深い牢獄の囚人、あとは追えるものの選手となります。まず2セット効果を狙って攻撃力が単純に 24% も上げることが可能です。まあ、これが非常に相性良くなっていますね。また選手の速度は120を超えればさらに攻撃力アップが狙えますので、まあ、合計 32% を狙えるので、こちらのセットがいいのかなと思います。メインステータスとしては胴は攻撃、足は攻撃、弾は攻撃、縄は EP になるかと思います。まあ、バフと追加の攻撃力の底上げを狙いたいところっていうところですね。ただなんですが、速度も欲しいところはありますので、必殺技の回転率に合わせて足の攻撃を速度に変えるのもありかなと思います。まあ、これによってね、サブステの優先度がいろいろ変わってくるところですね。サブステとしては攻撃力と速度を狙っていくといいかと思います。それでは最後にですが、編成のおすすめというのを紹介したいと思います。まあ、こちらも予想ですね。まあ、基本的には速度と手数の多いアタッカー2枠と耐久枠を用意するのがいいかと思います。追加攻撃持ちを多く用意するとロビンの必殺技の効果をうまく使えるといった感じですね。編成に関してはロビン、トパーズ、レイショー、アベンチュリンです。追加攻撃編成ですね。まあ、レイショーとトパーズでめちゃくちゃ追加攻撃で行動順が早いっていうことがありますので、手数も増えつつロビンの必殺技も最大限活かせる編成かと思います。まあ、アベンチュリンもね、敵の攻撃を受けてそれをカウンターするってこともできますので非常に強いかなと思いますね。続いて2つ目、ロビン、ケイリュウ、ルアン、フォフォです。これに関しては速度の速いアタッカーを採用したっていうパターンですね。なのでケイリュウじゃなくてジンとかいろいろ他にも使えるキャラはいると思います。でフォフォの採用にしてるところなんですが、これは EP 効率を上げて全体の必殺技をガンガン使おうっていうのが狙いです。続いて編成3ですね。ロビン、ヒメコ、ヘルタ、フォフォです。これは虚構女児用っていう感じですね。まあ、現在に虚構女児追加編成が来てますので、まあ、こちらの編成使えるとめちゃくちゃ強いんじゃないかなと思います。そして最後ですね、予想としてはロビン、アタッカー、耐久、サポート枠っていう組み合わせになるのかなと思ってます。まあ、4枠目に関してなんですけど、まだまだどういったキャラと相性がいいのかとか、どれぐらい攻撃できるのか気になるところが多いので、まあ、組み合わせ的にはこんな感じかなっていうところですね。ハイパーキャリー編成にしてやるのもありかなと思います。
現在の状況だと今の調和として使うのもありですが、ロビンを生かすなら追加攻撃持ちが重要になるかなと思いますね。編成見てみると偏りはあるなと思います。それでは事前情報から見てロビンのガチャについて話していきたいなと思います。まずはおすすめの人からです。まずおすすめの人1、調和限定キャラを1体も持っていない人。まず星5限定調和に関してなんですけど、過去から見ても全てぶっ壊れており強い部類となっています。そのため新規やガチャ運に恵まれなかった人からすると限定調和1枠としてはいい性能かなと思いますね。まあ、単純に限定調和全部持ってるんですけど普通に欲しいなっていう性能です。単純にバフの性能が強いので追加攻撃編成以外でも使いやすいなっていうのはあります。続いて2つ目、霊障トパーズを持っている人にもおすすめですね。まあ、これを持っているなら引くのはありかなと思います。というのも必殺技の追加攻撃を生かすなら追撃編成が相性がいいからです。特にロビンを生かしたいっていう人はこの2人を持っているのがいいかなと思いますね。特にトパーズに関しては一緒にピックアップされるので相性を狙ってやってきたなと思ってます。最後に推しの人ですね。こちらいつも通り好きなら引きましょうっていう話です。何度も言っていますがゲームのモチベになります。特に今回のロビンに関してなんですけど必殺技で BGM をジャックできるのでこれはこれで欲しい要素っていうか盛り上がる要素なので単純に推しかどうかっていうか欲しい要素になってますね。ということでおすすめしたい人は以上となります。調和としては強力なんだけど最適編成だけ見ると悩みやすいのかなっていうところですね。ただ全体バフで均等にアタッカーを活かせるのはかなりありがたい性能かなと思います。これに関しては唯一無二なところがありますね。それでは僕自身のガチャについて話していきたいと思います。今回のロビンピックアップガチャに関してですがガチャは引きたいと思います。まあ理由は2つですね。まず1つ目、ダブルアタッカーが活かせるという点です。まず各調和のキャラクターについてですが単体へのバフをした時に他のキャラのバフではできないっていうのがあります。これは効果が消えてしまうということがあったりアタッカー2人以上のバフがかけれないというジレンマがあるからです。なんですがロビンはその不満を解消できるのでダブルアタッカーの編成においてはとても重宝できるっていうのがありますね。これが本当にありがたいです。続いて2つ目、追加の攻撃でダメージが稼げるという点です。ロビンの追加攻撃ダメージですが味方の攻撃の後に倒せなかった相手に対してダメ押しができるっていうのはとてもありがたい性能です。特に連戦系の時はあとちょっとという時にターンを無駄にすることがあるのでそういったもどかしさがなくなりそうなんですよね。そういったところを考えるとこの追加攻撃っていうのは非常にありがたいかなと思います。まあ、ロビンに関しては今までの調和キャラでもどかしかった部分をカバーするようなキャラになっているので期待は高いなっていうところですね。まあ、正直ね石が足りずに引けるのかどうかっていう不安もありますがなるべく引きたいなと思ったキャラです。まあ、何より調和ガールズのキャリー編成がさらにパワーアップしそうな感じになるのでこれはこれでね楽しみなところかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった役に立ったという方がいましたら良ければチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。